同士の戦い。そうそうそう。これですね、中には10個の馬車があります。中に5つ5つ日本料理と台湾料理も入ります。おー、多くない？いいじゃない。フェアですよね。じゃあ、それぞれのチームが作る料理決めますか？はい。私たち変態チームが聞いたのは、カツ丼。おー、そう、ずっと多分センスあるので、そう、超センスあるよ。期待して、頑張ります。大丈夫。はい、買ってきました。ホーリー社長は普通に台湾の居酒屋さんをよく見てます。あ、そうですね。主役はエビ。エビに関してもスーパーで選ぶとこだわりあったみたいです。ホーリー社長でさ、大きいの方が美味しい。プリプリする。次、パイナップル。今は季節じゃないから、缶詰の、そう、缶詰のしようか。小麦粉と台湾のマヨネーズ、甘いやつですね。甘いやつ。ホーリー社長のタレはない。マヨネーズの、マヨネーズだけちょっとかけて。あー、かかってね。じゃあ、最初冷凍食品だからチンする。OK。 おー、小麦粉。そう、結構入れました。これは台湾のパイナップルの缶詰、直接食べれるよ。ああ、本当だ、フォークがついてる、親切だ。はい、どうぞ。うん、ま、甘い、おいしい。オッケー。台湾の料理はどうしても甘いのか、だいたいお茶にしても何にしても甘い。そう。水ちょっと汁の方がいい、いいと思うけど、どうなんだろう。それはいい問題だね。煮ちゃったらちょっとプリプリにならないかな。でも、もし開けたら中に半分半分しよう。どっちの方がプリプリになるかね。そう、 OK、 じゃあそうしましょう。これパン粉とかいらないんですか？どうかな。これも半分半分にする。半分半分にする。本当にレシピが分かんないから。おーおお、上がってる上がってる。あ、めっちゃない？めっちゃ良さそう。うんうんうん、いいよいいよ。うん、いい色してるんで、きつね色になって。そう、普通に良さそう。普通にいい匂いもするし。はい、こちらです。一回ボイルしてパン粉をつけるのにあげてるやつ。そう。じゃあ次、パン粉でやってる方。おお、パン粉つけてる方が激しい。そう、激しい。あっちあっちあっち、天ぷらです。はい、じゃあここからどうするんですか？ここから飾り、ホンリー少し切るね。あ、さらに切るんですね。天ぷら、エビで。もしかしたらこっちの方が美味しいかもしれない。でも台湾料理じゃないですか。私こちら最後、マヨネーズ直接こうやって。おーおお、少しだけ。オッケー、完成。あまりにひどいってなったら俺が助けに来る。最初やりたいのは肉をつける。ああ、なるほど、味を染み込ませる。じゃあとりあえず肉入れて、はい、ちょっとかけて、ああ、これ、うん、このもうちょっとかな。
でもふわふわの食感が欲しいので1個卵を入れます。で、これはしばらく置いときますね。はい。茎は一番重要なところは下の方は私よくわからないです。でも玉ねぎ、はい、玉ねぎ必要ですよ。用意しました。リンリは普段結構料理するの？実は台湾で料理はしないんですよ。日本では結構するだと思いますけど、うんうん、結構自己流。あ、そうなんだ。ピンさん、ピン泣いてます。あ、来るね。カツとの玉ねぎは柔らかい方かな。ちょっとこう柔らかい方が僕は好きですね。しかも結構味は染み込みますよね。あ、やっぱそうだね。じゃあ、うん、醤油ともつけましょう。あ、つけるんだ。リンリン式の料理は結構何でも漬け込んでおくんですね。合ってる。この顔ちょっとやばいかな。味付けですね。やっぱり醤油がベースですね。でも私、すき焼きが好きなんですよ。ちょっとすき焼きしてみようかな。みりんね。あと、砂糖。結構分量は適当なんですね。うん、目分量です。はいはい、どうぞ。はい、きますよ。おー、ちょっとだけですね。いいですね。で、また入れる。あ、味付けですね。なんか、衣が何層かできるらしい。あー、なるほど。多分はい、はい、しっかりつきました。はい、油が温まりました。はい、この入れ方ですね。自敗系のやつみたいで、そんな感じ。うわー、いったー。で、さっきの肉みたいに、うん、ちょっとつけたら切れちゃおうぜ。あれ、どうするね。おー、おー、おー、素晴らしい。え、思ったよりめっちゃいい色してます。焦げてないし完璧なんじゃないですか。あと10秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、はい、はい、カツが上がりました。じゃあ入れちゃいますね。煙やばいですね。なんか違う、火が弱くなりすぎた。あー、ちょっと濃いですよね。通ってる、通ってるよ。あー、トロトロの感じみたい。カツを、はい、よいしょ。はい。わあ、もういいよ、いいよ、いいよ。乗った。あ、卵か。いった、いった、いった、いった。ぽいぽいぽい。最後やっぱり、うん、これが大事ですよ。いや、全部落ちとる。作りました。こっちもめっちゃ気になる。さっきはなんかエビの天ぷらみたいな。うん、どれ天ぷらですよね。先に食べてみます。オッケー。いただきます。はい、いただきます。どう？ああ、うん、あれ、やっぱり僕たちが一番課題になったのが、衣とエビの間に、あれ結構サクサクの空気感みたいなところがあるんですけど、うん、あれの再現が全然分かんなくて、どうやってあんな、なんかふわっとさせてサクッとできるのか。なんかあともうちょい甘い印象があるんだけど。一緒に食べてみて。あー、パイナップルと一緒に食べるとちょうどいい感じ。そう、うん、パイナップルつくと全然違うね。結構再現度高いんだよ。でもパン粉は実際はない気がする。ですよね、見た目こっちですよね。うん、なるほどなるほど、よかったよかった。美味しいな。じゃあ次、カツ丼でちょっといきますか。なんか美味しそう。いい感じだと思いますけど。いただきます。じゃあいただきます。美味しい。うん、うまいわ。久々に日本料理食べた。いただきます。うん、美味しい。え、ほんまに？ご飯めっちゃ美味しい。出汁が、いいですか。うん、これは台湾のすごく好きなの。そうだね、ちょっと台湾の人の好みの。美味しい、うん、甘い味付け。ちょっとルーローハンの味出ない。あー、ちょっと濃いかな。うん、じゃあというわけで、審判の方が今日も来てくださったので、どっちの方が再現度が高い、確かめてもらいましょう。はい、お願いします。
ポニー。ポニー。うん。確かに。ああ。うん。なるほど。皮。うん。ものは違う感じ。おお。ちょっと柔らかい感じ。ああ。なるほど。ちょっと時間の。そう。揚げたてじゃないから。でもあのパイナップルとこのエビの合わせは最高。おお。やっぱり。呈现什么料？看，然后里面的是什么？那个是什么？青菜哪一道菜？但是我觉得是好吃的。你把三个连起来，对不对？虾子跟凤梨啊。哎，那这不是鸡？不是，虾子。虾子。じゃあ続いてはこちらの料理を食べてみましょう。まず何かわかるか。わかるだろう。カツ丼ですね。うん。じゃあいただきます。はい。うん。好吃。おお。感想が早い。超像外面卖的。おお。好吃じゃなく、很好吃。甘みは超像一点。哦，台湾的粉不大卖的，我认得。蘸个洋葱，真棒，搭配很好。完璧な算数じゃないですか。じゃあ五点満点で点数をつけていただいて、まずはエビの方から。三二三点。おお、三三六六点。6点接下来是十杯と3、2、4杯。というわけで今回の結果はカツ丼チームの勝ち。なんか作る途中見てて、これ結構やばいかな。本当にゴールちゃんと決めてくるんで、しっかり。すごい。めちゃくちゃ嬉しいですよ。やってそう。そんなに、そんなに嬉しい。でも、正直なんか、本人社長、フリフリしてないのか、ちょっと、なんか惜しいなと思ったんですけど、やっぱり組み合わせちゃうの最高ですよ。うん。スープみたいな。うん。私結構好きなんです。ゆずさんどうでしたか。ちょっと惜しかった。出来たて食べたら、多分もっと再現。ああ、なるほどね。自分が食べた本当にいややばいこれ。確かにね、ちょっと先行後行のね。そう。そうですね。そう。やっぱカツ丼の再現率が高かったかな。いや本当にすごいです。もうこれもほぼリンリン一人で作ったんでね。褒めてあげてください。めちゃくちゃ嬉しい。というわけで今日の動画はおしまい。また次の動画でお会いしましょう。それじゃ。バイバイ。この動画が好きならチャンネル登録してグッドボタン押してください。それから私たちのツイッターもあるよ、フォローしてお願いします。リンクがあります。それじゃあ。